デシャ特番10月31日アップデート情報公開ということで、どうもサオでございます。どうもオカリでございます。デシャでゴリさんです。はい、はい、季節の変わり目ということで全員風邪ひいてるんですけども、はい、デシャそろそろ2周年ということでね、まあ、オフイベとかいろいろね、うん、開催されるのですけれども、はい、今回も新情報がね、そうなんです、割とありますよということで、はい、今回なんと、はい、アグナブレイクが、はい、オフラインイベントよりも前に、はい、開催するということで、はいはい、今回その情報をぜひ詳しくですね、はい、いろいろお届けしたいと思います。ありがとうございます、はいはい、そしてですね、今回、紹介する内容、開発環境でプレイしているものになりますので、本番では変更がある可能性がございます。注意してください。はい、それでは、新チャイルドが2体ほど今回登場しますので、紹介していきます。まずは工房のモナでございます。モナのね、はいはい、新しい姿ということでね。そうですね、こんな感じで、うん、おっぱいがね、うん、お胸がすごいですね、そのままみたいな。さすがモナネ様。すごいですね、お尻おっぱいと言われる、うん、腰もね、めちゃめちゃセクシー。スリットがどこまで入ってるのか分かんない。なかなかね、いいデザインですよね、はい、ということで、工房のモナさんなんですけれども、こちらはモナさんの別バージョンになっておりまして、はい、そうなんですね、光属性の補助型として、はい、今回モナさんに登場していただきました。はい、はい、ありがとうございます。ということでスキルも見ていきましょう。対象にダメージを与え、 HP が最も少ない味方2体にバリア付与ですね。そしてスライドスキルです。対象にダメージを与え、光属性のうち最も攻撃力が高い味方3体にスキルゲージチャージ量増加、そして弱点スキルダメージ増加を与え、レイド中ではですね、残りの HP が最も低い味方3体に吸血でございます。ドライブスキルですね、ランダムで敵3体にダメージを与え、バリア付与です。そして、光属性の味方にドライブゲージプラス増加と、はい、ということになってます。そして、リーダーバフもですけれども、光属性の味方のスキルゲージチャージ量が増加、うん、そしてこれレイド限定でですね、光属性の味方のスキルゲージチャージ量が増加すると。これめちゃくちゃ強いですね。これいいですね、うん、非常に強力なチャイルドですね、はい、光属性がメインのパーティーですとね、うん、スキルゲージチャージ量と、弱点スキルダメージ量上昇の効果が得ることできるんでね、うん、あとですね、ノーマルスキルでもバリアが付与できるので、そういった面でもいいのかなと思いますし、あとドライブスキルですね、はい、こちらの光属性1体につき、なんとドライブゲージが上昇する。はいはいはい、あ、そういうことか、はい、なるほど、あ、そういうことか、あ、超強い、めちゃめちゃ強いですね。なんか最大5体で、はい、まあ、約 20% ですね。うわ、あ、強っ。なのでこのフィーバータイムをどれだけこう打てるかっていう部分も重要だと思うんですけど、フィーバータイムをかなりね、増やせますね、これ。なんかラグナブレイクに欲しい要素詰め込みました、ね、フィーバー増えるの嬉しいね、すごいですね、はい、はい、そうですね、まあ、こんなモナが活躍する今回のレイド、はい、まあ、ボスも気になると思うんですね。そうですね、ボスも見ていきますか、どんなボスが登場するのか、はい、はい、それでは、今回のボスですね、オルタードダビになってます。はい、ダビなんですね、ボス。これダビですね、これすごいですね、はい、あの特徴的なのが羽ですね、うん、なんか蝶々っぽくもあり、うんうん、鳥っぽくもありな。なんかあの前の DMM 版が出た時のリザのイラストも羽生えてたんですよ、うんうんうん、なんかね、うんうん、第二形態羽生える説がやっぱ出てきてますよ ね、 ありますね。そうですね、はい、なんですか、魔王になっちゃった的な、はい、なるほど、まあ、このなんていうの、4枚の羽が前のダビのリボンのような、はい、なるほど、こういうところにも、あ、そういうことか、いいですね、はいはい、ダビらしさはそういう意味では失ってないのかなと思うんですけど、うんうん、ダビらしさは失ってないけどめちゃくちゃクールになってますね、うん、そうですね、シックな感じになってます、ね、はい、でこちら闇属性の妨害型になっております。まずはですね、ノーマルスキルですね、攻撃力が最も高い敵を優先して1体にダメージを与え、失明です、まあ、攻撃の命中率がダウンしますと。そして、スライドスキルですね、妨害型の敵を優先して2体にダメージを与え、失明ですね、なるほど、はい、そしてデバフの命中率も下がりますと、うん、そして最後ドライブスキルですね、 HP の残りが最も少ない敵を優先して3体にダメージを与え、デスヒール、確率でデスヒールです。そして確率で魅惑も付与ということですね。
まあ、この失明とデバフの命中率現象がいやらしいという。そうですね。ノーマルスキルとスライドスキルだとリーダーバフですか、うん、リーダースキルでも、あ、そうだね、リーダーバフも機械属性の敵のデバフ命中率減少なんで、うん、そうね、徹底的にデバフ命中率は下げていきますね、うん、攻撃も当たんないですからね、うん、そうですね、失明でっていう性能ですから、ね、すごいですね、すごい妨害ですね、はい。あとはドライブスキルにデスヒールと魅惑があるので、うん、まあ、デバフの命中率だけではなく、はい、あの回復や敵のバフですね、うん、まあ、これに対する妨害をしてくる、なるほど。まあなんか大体、うん、大体ですよね、デバフ当たらなくなって攻撃当たらなくなって、うん、バフできなくなって回復もできないと、まあ、そうね、そう、全員じゃないんですけど、ええ、はい、これなかなか面白い性能になってますね、うんうん、こちらのオルタードタビちゃんはラグナブレイクのボスということなので、うんうんうん、もちろん今回も報酬で入手可能なんでしょうか。まさか。そうなんです、はい、もちろんよかったです。ラグナブレイクのボスですから、はい、そうですね、はい、でしょうねになっちゃ、なってきてますけれども、はい、ありがたいばっかりでございます。じゃあこの流れでぜひ、はい、じゃあラグナブレイクの紹介いきましょうか、はいはい。今回紹介する、ラグナブレイクはバニッシングツインです。はい、こちらですね。かなりダークでシックな感じになってますね。はい、まあ、タビちゃんと同じ、はい、うん、まあ、この雰囲気で分かる通り、うん、このストーリーですね、はい、うん、非常にこう、なんていうんですかね、うん、まあ、重いと言いますか、シリアスな、なるほど、シリアスな展開が待っていて、まあ、真面目な感じで、なるほど、ちょっと見ます。はい、そうですね、少しだけ見てみましょうか。いつもの 2,3 カットいきましょう。はい、それではこちらストーリーになります。はい、これ滑り台が喋ってるわけじゃなくて、ピッピッって言ってます。ピッピッってピッ、はい、でなんか聞こえますよねっていう感じで、そしてめちゃくちゃ呼ばれてますと。結構怖いですね。はい、どこからともなく、なんかダビちゃん行っちゃう、顔がこれ行っちゃうよ。なんかこう催眠術にかかってるような感じで、そうですね、してますね。そして路地裏にちょっと人気のないところで、ああ、あっと、これはこれまだのやつですか。これ以上先は見せられないですね。まだ見せられないことですね、はい、なるほど。これはもう本番で確認していただく必要がありますね。そうですね、はい、ということで誰が呼んでたのかっていうところはご自身の目でお確かめください、はい、ということです。はい、それでは報酬も見てみましょうか。いきます。はい、ということで報酬なんですけれども、今回ですね、ダビモチーフの装備とか、はい、あとは星5のオルタードダビはもちろん入手可能なんですけれども、はい、うね、こういう感じで、はい、入手可能なんですけれども、はい、レイドコスチュームがね、はい、2つあるらしいですね。お、2つある、はい、そうなんですよ、うんうんうん、いつもだったら、はい、レイドボスの、今回のオルタードダビのコスチュームなんですが、はい、なんと、はい、先ほど紹介した工房のモナのコスチュームも、工房のモナ、なるほど、はい、ご用意しております。あっちのさっきモザイクかかってた子かと思ったんですけど、違います、ね、工房のモナとオルタードダビのコスチュームが、はい、入手できるということですね、はい、今回はもう2周年ということで特別版ですね、はい、うん、なるほど、なるほど、うん、これチラッとチラッといきましょうか。チラッと見せてほしいですね、はい、ということでこちらがコスチュームになるんですけれども、これすごいですね、はい、ダビちゃん泣いてますし、ちょっとモナさんが攻めすぎ、モナさん攻めすぎだし、これおっぱいに目行きがちだと思うんですけど、はい、太ももね、最近注目の ね、ストッキングで肉がムチって、ね、そう、ムチってなるやつね、これ最近のトレンドです、うん、はい、で、今回紐でもムチとなってムチムチです。ほんとやん、確かに、ね、なるほどね、はい、はい、今回ですね、はい、まあ、今回コスチューム2種類あるんですけども、はい、このモナの方ですね、実は DMM 版の方はもっとすごい、うん、あ、なるほどそういうちょっと特別な部分もありますので、はいはいはい、機会があればぜひそちらもご注目ください、はいはい、それでは後方のものを編成して、はい、はい、レイドボスをちょっと見てみましょうか。前後プレイやっていきます。よいしょ。ということで、こちらがボスになりまして、はい、かっこいいですね。今回ね、光属性染めのパーティーがね、はいはい、で出撃してるんですけれども、まあ、デバフとか見ていきましょうって言った矢先に、うん、まあ、怖いですね。これ踊り刃ですね。踊り刃、うん、踊り刃がまずありますよというところでございます、はい、あー、すごい踊り刃されてる。4人されてる、ね、めっちゃされてますねまあここでやっぱ吸血とかいいですね、うん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 、今デスヒール来ましたね。なるほど。もう一つ、うん、バフがついてるんですけど、そうですね、こ
回数分反射みたいな感じですね。反射か。反射です、反射です。だからダメージ与えるとこっちもダメージ食らうよみたいなものになってますので、まあ、忍耐とかも削られちゃうのかなみたいな感じなんですけれども、はいはい、まあ、なかなか、まあ、これだけでも強力なのですが、まあ、ボスのドライブスキル見ていきましょう、はい、そろそろ溜まりますので、はい、来ました来ました。お、あ、やばそうですね。やばそうですね。すごい強そうなエフェクトで、ドーンということで、新しいバフですね、これ。なんですか、急成長見えました。急成長ですね、うん、これどういうバフですかね。これはウルタードナビの攻撃力とか防御力、はい、まあ、というパラメーターが今上がっている状態ですね。純粋に強化されてしまっていると。そして、はい、その後、あと、この後が注目ですね。はいはいはい、はい、そろそろ、バフが切れることだと思うんですけど、はいはい、新しいデバフが自らに付与されています。そうですね、反動ですか。はい、なるほ ど、なるほど、成長の反動が来るんですね、はい。まあ、見た感じダメージ入りやすくなるみたいな感じですかね。そうですね、うん、あのスキルダメージの防御力とか、そういったものが減少しているので、はいはいはい、このデバフによってスキルのダメージが通りやすくなってますね、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあもうここで畳みかけたらこっちの有利な、そうですそうです、デバフとしても使えるみたいな、そうですイメージですね。なるほど、面白いですね、かなり。なんかめちゃくちゃかわいそうですね、なんか。そうですね、叩かれてるダビちゃんもね、あーっつって、はい、泣きそうになってますけど、ワンパンごとに。まあ、あのストーリーを読み進めていくと、はい、あのダビが、はい、まあ、どんなダビで、はい、まあ、どうして生まれてきたのか、うん、まあ、それを見ながらこうパドルに臨んでいただく、またちょっと違う感想も出てくるかなとは思ってます、はい、分かりました。じゃあストーリー期待でございます。というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、まあラグナブレイクのストーリーが気になるかな、うん、そうですね、はい、あのモザイク部分もねどうなっていること泣いてるし翼生えてるし、はい、あとはあの今回ですね、はい、メンテナンス後から、はい、声優さん の、 あの最後 CC のあれキャンペーンもありますので、なるほど、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。はい、それでは今回の特番は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。